アルジェリア・サハラのラグアット・ラグアットの通りラグアットは、アルジェリア北中部のラグアット県の県と、首都アルジェの4 0 0トル南に位置する。2008年、の人口は約13.4万人だった。近くのハッシルメルには、アフリカ最大の天然ガス電がある。11世紀、ラグアット市が設立された。17世紀、サード町に調考した。1786年、 オスマン帝国が征服した。1852年、フランスがラグアット包囲戦を行い、征服した。第二次世界大戦中、ラグアット捕虜収容所が使われた。1962年、アルジェリアがフランスから独立した。2012年1月、アルジェリア騒乱が起き、警察は催涙ガスを使って抗議者を排除した。ラグアットは、 サハラ砂漠北端のサハラアトラス山脈のアモール山脈のオアシス都市である。軍事、商業両面で重要な都市で、絨毯産業が盛んである。県内には天然ガス田があり、市内には気象台がある。ラグアット空港がある。10インジャード、セベラルアレステッドインアルジェリアプロテス。エージェント、フランスプレス、2012年1月13日閲覧。 アンガー・アット・スクオリド・ハウジング・アンリーシュズアルジェリア・プロテストロイター2011年1月13日閲覧ありがとうございます